ルとジェルとリムとコロンとルートとサトミです。せーの、サトミでーす。ウーフィーター。今回はですね、6月23日ということで、はい、七森お誕生日でございます。いやー、おめでとう。ハッピーバースデー。ハッピーバースデー。ということで、七森お誕生日特別企画ということでやってまいりました。七森理解度テスト。まあ、今回私に用意してまいりました。お、はい、前回までの形式とは違います。挙手制でございます。お、今から V が流れます。はい、その問題に対して手を挙げて、うん、森さんに選ばれたら回答してください。なるほど、はい、もしかしたらふざけてるかもしれないし、真面目に答えてるかもしれません。おー、ふむふむふむ。ヒント、めっちゃむずいっす。めっちゃむずい。いやいや、もうね、めっちゃむずいよ。嘘ついてるまであるかもしれない。じゃあどこやった方がいいな。っていうのは嘘で、よかった、よかった。結構答えてるんだけど、意外と外す人いるんじゃないかなと思ってます。なるほどね。はい、まあ、結構ね、エモいエピソードとかもね、あるかもしれませんね。で、今回そのナー君の理解度が、ね、乏しかった人はさすがに、まあ、最下位だったメンバーは、まあちょっとその時考えよっか。やばい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 。全裸か。なんでだよ。全裸。やりすぎよ。やったことねえだろ。全裸でやっぺや一号のね。実は罰ゲームも用意しております。わー、はい。なんだ。七森にちなんだ。七森にちなんだ。まあ、森に置き去りにするとかね。やだ。一番やだ。あるかもしれないね。帰れなくなるよ。さあ、まあ、本気で皆さん答えてください。よっしゃ。なあくん理解度テスト1問目どうぞ。トゥーン。自分のチャームポイントは、やばい、待って、マジでわかんない。マジでわかんない。なあくんが自分で自分に言うってことでしょ。まあね。いや、やめとこう。ミスったらマイナス1点でございます。なるほど。おーっと、一回ミスったらマイナス1点。はい。はい、るちゃん。これね、絶対当てる。あ、マジで。マジ。いきます。うん、アホ毛。いや、悩んだ俺も。あ、イラストとかの。え、これダメ。え、当たっちゃった、もしかして。るちゃん、え、さすがですね。え、マジで。いつもね、そうそうそう、使わせていただいてるキャラクターのチャームポイント、アホ毛なんですよ。そう、ですが、え、が、今回リアルの俺でして、え、あ、じゃあ脳幹で。アホ毛は罰でございます。あ、ただルーちゃん、まあ、さすが分かってくれてるんで、これマイナスはなしです。あ、よかった。はい、はい、まあ、ちょっとヒントね。めっちゃ綺麗だね。はい、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 髪の毛。違う。はい、はい、はい、これちゃん。え、歯並び。何、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 やっぱさとみなんだよな。マジ、やっぱな。マジか。まあ、さとみくんプラス1点、リーヌくん以外の3人マイナス1点。マジか。実は結構前にリスナーさんが俺の手を、なんかの配信とか録画とかをそのまま手ボットっていうのに送って、手の綺麗な、なんか手ボットツイートみたいので3000リツイートとかいくみたいなのがあって、そっから手好きみたいな結構言われてたっていう。ただね、2016年から2018年頃の話です。まあ、でも今でも時々言ってもらいますね。さあ、ちょっと見ていきましょう。なんかあるぞ。なんかある、なんかあるぞ。なんかあるの。渋いな。あ、え、あ、そういうことか。お手手だからか。なるほど。手ですね。お、手が綺麗ってのは結構ね、言われるんですよ。リスナーさんにも言っていただけますし、結構昔から手が綺麗なんてのよく言われるんで、手ですね。おー、あ、これはでも真剣に答えてるパターンだろ。確かに、思ってるよりも真面目。そっちかな。そうやな、結構真面目だぞ、これ。まあ、ナー君、自分で自分の鼻が言わないか。歯並びも言わねえよな。聞いたことないわ。確かに鼻も歯並びも言われたことはあるな。あ、そうだよね。ただ自分からはそんな言わないもん。自分から言わないよな。歯並びかな。言わないわな。言うとしさとみくんしか言わないか。確かに手めっちゃ綺麗やな、手綺麗。さあ、2問目参りましょう。くそ。え、どっちかいって話よね。ちょっと待って、俺これ攻めたいけど、どっちかいって話だからね。失いたくない。じゃあその次俺ね。失いたくない。
お前ずるいな、それどっちかの二択の中の俺ね。いきます、はい、いや、そんなんだってね、将棋でしかないでしょ。回答 V 見ていきましょう。ええ、これ当たったぞ。映像もあるからね、まあ、ほら、それは決まってるよね、さすがにね。うん、やっぱちっちゃい頃から結構やってたりもするし、まあね、あの全国大会とかもね、出させてもらったりとか、うん、将棋ですね。おお、よし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 、それはね、え、ジルコ、ジルコ何？俺将棋と思ってたけど、うん、あの普通にポーカーもあるなと思って。あー、そっちね、はい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 、逆にね、悩みました。そう、いや、その裏読まれると思って将棋って答えたとこもあった。あ、はい、これ逆にエーペックスとか言うんじゃないかな。俺もそのね、そのせいだったんだから。もう虚偽やん。虚偽やん。さあ、続いての問題参りましょう。よし。え、なんか言ってた気がする。え、ちょっと待って。やばい、聞いたことあるな。聞いたことあるな。はい、ジュリ君。将棋の棋士。不正解でございます。え、マジで？あ、マイナスマイナス。マジ？どんぐらいちっちゃい頃なんだ。聞いたことあるんだよ。どんぐらいちっちゃい頃くらいじゃない。幼稚園かわいいやつじゃなかった、まあ、なんか小学校か中学校で結構変わる。小さいは、まあ、幼稚園とか小さい時の夢というか、まあエビデンスの残ってる夢。エビデンスって何？まあ証拠が残ってる夢。まあじゃあ小学校の卒業文春的な。あー、はい、ルーちゃん、サッカー選手。回答見ていきましょう。そうだ、マジだか、これ当てられたのすごいな、来たかこれ。正直もうこれはね、さっきの問題を答えてくれたみんなならわかると思うんだけど、ちょっと、まあ、小学校6年生の時のなんか卒業の時に将来の夢みたいな書くとことかあって、そこにやっぱ書いてた夢があるんだよね。まあ、サッカー選手。時期が違ったか。本当に書いたんだけど、実はその時からも将棋のプロになりたくて、でも将棋のプロって書いてる人誰もいなくて、サッカー選手って書いたっていう。あ、だからなりたい。じゃあサッカー選手だ。ものの衣装とかを着るっていう企画があって、そう。うん。でマジでなる気ないのにサッカーのユニフォーム着て写真撮ったっていうのがありましたね。なので実質サッカー選手かな。なるほど。やったー。ちょっとフェイントあったけど怖かった。なるほどね。サッカー選手ね。すごい。なるほど。ジョイフェイント。え、これよくわかったね。僕この話なんかね、ナー君から聞いたことある。サッカー選手って書いたって話をね、ナー君から聞いたことがある。マジか。でももう用意できる衣装が限られてて、結構夢の幅狭いね。将棋ってのももちろんなくて。そっか。はい、ジェル君マイナス1点、ルーちゃんプラス1点。やったー。いや、これちょっと答えるの怖いな。答えるの怖いんだよな。ですが、実質ジェル君待ってるので、マイナス1はなしということ。あ、やったー、よかった。さあ、続いての問題参りましょう。どうぞ。はい。はい、ジェル君。はい、ジェル君。ゴーゴークレイジー。聞いた。不正解でございます。え、マジで？危ねえ、危ねえ、今言おうとしてた。待って、怖い、マジで怖い、ね、なんかね、最近更新したって言ってる気がする。なんかマイナスでもらうとなると話変わってくるんだよ。そうなんだよ、持った瞬間に攻めづらくなる。ちょっと質問してもいいよ。え、最近変わったよね。最近変わった、まあ、本当はずっと同じ曲が好きです。え、本当はずっと、まあ、思い入れとかも込みで、これはなんか結構エモエピソードとかも全部込みなんで。エモエピソード、どのアルバムの曲かは、もちろんね、言えません。言えないか、マジか。まあみんなもう勇気を振り絞って、じゃあ一人ずつ答えていこう。ジェル君マイナス1いったから、じゃあリーヌ君ね。ストロベリープリンスフォーエバー。 V 見ていきましょう。マジ？もうね、1曲しかないです。もうやっぱこれが始まりよねっていう曲があります。おい、まあ、ストロベリープリンスフォーエバーですね。マジかよ。まあ、当時ストロベリープリンスフォーエバーをエルリリさんに作ってもらったので、まあね、楽曲とかお願いしたこととかもないし、全てが初めてだったから、まだ、ね、2回目のライブとかかな。うん、多分全員でのライブは2回目って時のクラブの間で開催する3ヶ月ぐらい前に完成して、もうお願いしてたのはもうちょっと前だったんだけど、初めてできた時は感動したね。これをやっぱライブのラストで歌い続けようなんてのは今でも覚えてますね。こんなワード入れ込んでほしいですとか、アコプリとかウツプリとか今でも思い出しますね。ストロベリープリンスフォーエバーですね。なるほど、なるほどね。危ねー。
いい分野な。さすがです。いやこれマイナス1点いっぱいいくと思った。確かに。よかった。逆に感謝してほしい、ね、止めてくれてありがとう。止めてくれてありがとう。まあ、ちょ間違い、する間違いだ。俺は絶対許さねえかな。急に印象。続いての問題参りましょう。え、ちょっとむずすぎるな。いやこれは無理だ。ちょっとむずすぎるな。でもジェル君相方なのになんか今のところ最下位な可能性あるんですね。正解言ってんのよ。正解言ってるんだけど奥では違うみたいな感じ。そこはマジで当ててほしい。行こうよ。これジェル君当ててほしいの。はい、はい、ジェル君アプソル不正解。え、俺に振るってことやろ。じゃあ俺に答えられる可能性があるってことやもんな、まあ、こん中で多分当てれそうなの、うん、いやまりあでも当時のことをちょっとでも覚えてたらコルちゃんとか全然当てれると思うんだよ。はい、そうなの。はい、いやでもねもうみんな忘れちゃってると思うのよ。ジェル君、はい、ストロベリーパニックストパニ違うこれもうダメだ。ストロベリーはある。でもまあそこも含めてだね。そこ多分もうみんな忘れちゃってるのよ当時の話。グループ名じゃこういうにしようって話をしてた時の当時上がってた話題でなんかで迷ったってやつだ。出てる名前、まあそこも含めてですね。そこも含めて、うん、どんな会話が繰り広げられていたのかも話してます。わー、全然ダメねし、その時結構困ったショックだったエピソードとかもあって。ショックだったエピソード、うん、なんだ多分ね、話したらみんなちょっと思い出したんです。そうなんだ。なんか4つくらい高校あった。コロちゃんがなんかしたって話なんだけど。僕がなんかした。待って、なんかコロンがなんか言った気がするんだけど。なんか当時プリンスかパニックか。そう、パニックワールド、ワールドもあった。あいや、もっといっぱいあったね。30個ぐらいあったんだけど。アルティメットみたいなのがもうあった。じゃあストロベリーつきます。まあいろんな案出てましたね、うん、そのこんなのどうかなとか話しましたね。マジで分かんない。全然分からない。じゃあさとみくんからいきましょう。リーヌくんまで1人 1個は答えてもらいますよ。ストロベリーワールド。不正解。ストロベリーアニマル。アウト。え、まるまるストロベリーではない。ストロベリーまるまる。ストロベリーまるまるです。いきます。ストロベリードラゴンアウト。なんだろう。ストロベリースマイル。アウト。なんだ。さあ、じゃあラストジェル君いっときますか。もうここで外したらもう正解見ましょう。ストロベリー何して。もうマイナスつくなら正解からやめとこ。もう正解見ようみんなで。ストプリっていう名前を決めた時、そのみんなも放送でちらほらグループ名どんな風に決まったんですかなんて話してると思うんだけど、みんなねもう過去が改変されてしまっていて全然覚えてないのよ。俺もめちゃくちゃ覚えてて、グループ名をあの活動をじゃあみんなでやろっかってなった時に、俺の中ではこれにしようってのは決まってたんだけど、みんなの前でじゃあこういう風にしていきたいと思うんだけどみんなどうかなみたいな、なんか他に案とかあったりするなんて話をした時に、俺ストプリを激拒否されたの今でも覚えてて、プリンスって何？プリンスなんて嫌と。違う違う、こうやってアニメとかでもなんか省略して4文字とか5文字とかで略したりするのもあるし、なんか語感としてもすごく言いやすいし、ストロベリーってやっぱ人気な果物だったりもするし、じゃあ他に何どんなワードがいいかなみたいな、じゃあストロベリー何々で、なんか他に何なんか出てたと思うんだけど、ストプリがいいってのを言い続けてたんだよね。まあでも、なーくんが言うならまあいいか、みたいな。なんか最後はそうなったけど、コロちゃんとか激拒否してたの、俺今でも覚えてて、なんなら結成の放送の後に、僕は別にプリンスではないみたいなことを放送で言われて、ちょっと炎上したとかっていうのを今でも覚えてて、もう忘れちゃってると思うんだけど、なんでもう生まれ変わってもやっぱストプリですね。改名しません。ストプリです。あ、改名しないの。そう、でこんなパターンもあるからね。マジかよ。そういうこと。しないのか。あの放送初放送した後、コロちゃんが一人で枠取り出して、
リスナーさんに僕が別にプリンスって決めたわけじゃなくてめっちゃ言っててあれそんな放送だったっけ、ちょっと待ってこれちゃんみたいな、で全然友達の配信者さんから、なんか早速メンバーがこんなこと言ってるけど大丈夫って来るっていうのがあってまだね閲覧もこれちゃんも200人とかの時で、まだね19歳とか20歳でしたからね、全然覚えてねえわ、かすかに記憶ない、いやあのその枠を取ったのは記憶あるけどあのなんでだよっていうのはその理由ではなかったから、そんな嫌がってたんだただやっぱ当時ってまだグループで活動してて、しかもねあのみんな趣味で活動してて、お仕事の要素なんて何もなかったじゃないですか、その活動スタートした時も、なんかある意味サークル的な活動で入り口はねスタートしてるから、なんかそういう話し合いとかもねするのも新鮮だったよね、ルーちゃんディーヌ君とかね、普通にアルバイトしてる高校生だったからね、なあ君2回のテストだと昔のなんか歴史がすごい振り返る確かに歴史の授業、俺は結構ストップリ大好きでこの名前も含めて僕は大嫌いだった今はね、今はそんなことないと思うんだけどね、ストップリはさ許せねえなってなんだよ、マジなんだよ、僕のどこがプリンスなんだよ、僕のマジよ、その僕プリンスじゃねえだろ、ストップリモンキーだ言ってねえよ言ってねえよ、結構当時はね企画配信をねいろいろしてて YouTubeとかまだやってない頃でバリ尖ってたからな、結構攻めたね発言、尖った発言もしてたんで、プリンスみたいな、いやナー君のこと好きだけどプリンスはなうわそう言われたらそんな気してきたわ、なんかねありましたね、そんな気してきた、まあまあ今で懐かしいエピソードですね、さあ続いての問題参りましょう、懐かしいな、僕とかのそういうウォーウォー系をいじってそうな、あ素晴らしい気するわ、あのパリピとかパリピみたいな的な、俺もお酒に関することやっぱねコロちゃんから飲みの場のこういう仕組みなんだってのはほぼレクチャー、飲まない俺がなんでこんなコールに詳しいかコロちゃんからね継承してるんで、それやもうコロちゃん関連ですよ、なんだろう、じゃあかったマイナスなくすもん、えおなくす、はいはいコロちゃん、ストップリウォーウォーバーアウト、はいはいルちゃん、ストップリウォーウォーアウト、あなんか押しそうだったな今、押し、はいはいジェル君、ストップリ飲んでなくない、ウォー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 アウト、ストップリパンピじゃないのよ、アウト、はいはいコロちゃん、ストップリバナナバあだいぶ近づいてきた、はいはいコロちゃん、バフォメット、じゃあ正解見ていきますか、コロちゃんがね、まあバーと言ったらコロン、バーと言ったらコロちゃんみたいなところもあるんで、あコロちゃんと言ったらバー、バーと言ったらコロちゃんみたいなところもあるんで、カットしてくれ、やバーコロンですかね、あストップリーはあんま関係ないかな、バーコロン、バーコロン、めっちゃストレートっていう、なるほどね、聞いてバフォメットがいいなと思った。ちょっと今バフォメットねおしゃれやな。なんかね、バフォメットみたいな。しゃれてていいね。ありそうな。ありそう。バフォメット。エモい書体でバフォメットって書いてある。じゃあ僕が正解か。正解はしてねえんだよ。ダメか。続いての問題参りましょう。はいはいはい。はいこれじゃん。はい来た。いきます。もう一発やってます。坊ちゃん。言われた。言われたわ、 V 見ていきましょう、うわ正解なの、聞いたかったのに、これはね俺生放送始めたの高校3年生の時で、なんだろう、もうちょっと前とかもちょこちょこっとやってた時とかあって、もう10年以上やり続けてるんですよ、もうストップリーとして活動する前から、で当時から結構似てるねとか、あの得意モノマネとしてやらせてもらってるのはあのクレヨンしんちゃんの坊ちゃんですね、それはさすがです、僕坊ちゃんねねちゃん先に行ってぼわ坊ちゃんそんな、なんていうさ、いや気合いあるからな坊ちゃん、気合いあるから坊ちゃんはぼわー言ってるかも言ってるかも、確かによし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 、続いての問題参りましょう、くそー、やんちゅうかと思ってたな、はいはいはい、さとみくん、はいはい、違います、はいはい、りちゃん、好き
はい、リーナくん。いちご。はい。はい、サドミくん。俺。いやだ、いやだ、違う、違う、そんなダーツ見たくない。全然違う、サイチル君。届けるの届。あー違います。はい、リル君。夢。違います。すとぶりの活動ってどういうことの連続ですか。はい、新しい。違います。近づいてきてるよ。はい、ハイルちゃん。挑戦の挑。え、まさか。見ていきましょう。マジ。そっちか。まあ一文字で表すなら、まあ、挑戦の挑ですね。挑む。新しいこととか、まあ、得意じゃないことにもリスナーさんのリクエストのためになら挑む、チャレンジし続ける。そしてメンバーがやってみたいことも、あの自分が得意じゃなくても他のメンバーも協力して挑戦したりし続けてきての今の活動だとも思ってるんで、挑戦ですかね。挑むでお願いします。おー、いい話だ。続いての問題どうぞ。4択じゃん。はい、はい、これちゃんお願いします。これね、なくね、多分言うと思うんすよ。いや、それはもう今年の夏ね。俺はもうそれしかないと思うんすよね。夏です。の、え、夏の、何のって。え、ある、あるの、え、あるの。7月。じゃあどうする。じゃあ8月で。じゃあ行きましょう。ちょっと待って待って、7月です。絶対7月は、8月は、7月、7月、7月です。だってな、え、8月、7月、7月。じゃあいい、8月で行こうぜ。じゃあ8月で行くぜ。 OK。 あー、難しいよね。でもね、やっぱ一番好きな季節、まあ、夏の終わりかけかな。ちょっと涼しくなってきてるけど、まだ夏の余韻のある9月。あ、8月後半、まあ8月後半ちょっと暑いね。9月の頭から中間ぐらいが結構好き。はい、あれ、ね、それはもうね、秋かも。でもまあ大体夏かな、ざっくり言ったら。なんでコロちゃん正解です。やったー。マジか。え、俺も8月だったよ。し、正確には9月なんでアウトです。あーどっちやん。どういう基準なんだこれは。さあ、続いての問題参りましょう。はい、え、チェル君お願いします。グレテストショーマン。え、そっちじゃなくない。え、もう一つあるの。でもこっちやね。不正解です。はいはい、はい、タトちゃん。天使がくれた時間。天使のくれた時間。天使のくれた時間。そっちか。正解です。え、え、そっちじゃない。なんで変わった。変わってるやん。じゃあずっとそれ一番って言ってたのに。じゃあいけない。ストップ劇場版。あ、うわー。 V をどうぞ。うわー、引っ掛けすぎる、引っ掛けすぎるって。まあもうね、ストップ劇場版なんて、もう何度も何度も言ってます。放送でも言ってるし、動画でも言ってるし、まあ、メンバーにもね、めちゃくちゃおすすめしてます。マジかよ。まあ、劇場版ストップリ始まりの物語ですね。まんまと騙されて塗り替わりました。マジか。ストップリのアニメ化が最高です。みんな絶対見に来てください。まあ、さすがにこれメンバーも当てれたんじゃないかな。まさかここで天使のくれた時間なんてね、大好きだけど一番って言われたらもうそれはストップリの映画ですよ。まあそうだよね。わかる。よかった。続いての問題どうぞ。いはい、はい、はい、キリン。あ、言われた。あ、え、なんだその反応は。え、何これ。腕組んでるな。やっぱそう考えるとキリンだったかな、どういうこと。あれ、あれ、 V を見ていきましょう。あ、え、あ、マジ。え、やっぱね、あのメンバーの被りとかを意識しないんだったら猫ですね。もともと猫大好きで、うんうん、実はストップリ結成してからウサギね、変わったんですよ。まあもう知ってる子もね、少ないと思うんだけど、実は猫だったんです、うんうんうん、それこそメンバーカラーとかね、どういう風にしていこうかなんてお話をしていく中で、うん、じゃあなんかいろいろ調整しながらウサギにしようかってことでね、変わっていったものでもあるんだけど、なんで生まれ変わるなら猫ですね。あと被りを切りするならやっぱキリンですかね。おー、まあでも正解は猫でお願いします。猫かい。でもなんでねえじゃねえかよ。キリンでもありだろ。キリンありだろ。5で。なんでね。ボーナスポイント 0.5 点。なんで。でかい。ボーナスポイントでかいな。ボーナスポイントでかいよ。さあ続いての問題お願いします。
はい、はい、はい、さとみくん将棋のプロ目指す。正解お願いします。ええマジ、ええマジ、学生に戻ったらやりたいこといっぱいあるな。友達と普通に遊びに行くってのも当たり前にやりたいし、やっぱなんか一個の競技に熱中してもう部活とめっちゃ頑張るとかもやってみたいし、まあでもね、一番やりたいことって言ったら、あー、将棋かな。また将棋のプロね。将棋ね、エモいな。さすがですね。嬉しい。いや、もっとね、外すと思ってた、部活とか。さすがだね、さとちゃん。いや、嬉しい、ここ当てたの。すごい。なんか将棋って言ってるのでもいいな、なんか変わらず。続いての問題どうぞ。そろそろ当てたいな。俺もやばい。え、はい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 、チェックお願いします。俺です。アウト。はい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 、コロちゃん、あ、サトミ君、いや、じゃあコロさんからで、僕です。不正解。はい、不正、なんかちょっと考えた不正解だ。ルート、不正解。はい、もうこれね、来ました。リーヌ V を見ていきましょう。来たか、これ。まあもうね、これは一人しかいません。え、リーヌくんです。なんでなの、なんでなの、なんでかっていうと結構コロちゃん、さとみくん、ルートくん、ジェルくんは、まあ、どんな生活をしてるのか大体想像できるわけよ。まあそれは普段の会話からも出てくるし、なんか何やってんだろうみたいな感じになって、でもリーヌくんは、え、どういうことみたいな、水槽4時間眺めてたとか、うん、なんか本当、犬と遊んでたらマジで2時間経っちゃったとか、一日がそういうハッピーで溢れてると思うの。リーヌくんの生態系を知りたいって意味でリーヌくんに生まれ変わりたいですね。なるほどね。でもダメか、リーヌくんに生まれ変わったらリーヌくんがどんな生活を送ってるか知れるわけじゃないのか。あー、じゃあやっぱコロちゃんですね。やったー。なにこれ、これで僕は自分で言って自分で外してクソはずいやんと思ってたけど、あれジェル君、俺しっかり外してる。じゃあ逆に僕は何でなの、それは。あ、もう毎日楽しく飲み会もしたいし、その、うん、交流楽しく過ごせそう、はい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 、ハッピーに。続いての問題参りましょう。はい、さとみくんお願いします。いや、これはもうあるしかないですよ。ストプリで動画を撮ってる時に生放送をつけてしまっていた。僕もそうだと思った。実はそれともう一個あって、もう一個、実はそれよりもめっちゃってなった瞬間があって、はい、なんでアウトです。リーヌくんは知ってる。俺、いや、なんなら4人気づいてなくてリーヌくんだけ気づいて、言ってて、俺はもう完全なかったことにして先に進めたっていう。いや、なんだろう、え、何、うん、え、それは公式配信、公式配信中です。ストップリ公式配信中です。もう終わったと落ち込んだ曲終わったけ、すっごい重大な告知って言って、うん、来ていただいた時のもう、うん、結構テンパってた時の一心。え、なんだろう、一番のミス、え、なんだろう。いや、でも何の告知かによるんだよな、これちょっと、うん、遡ろ。まあ、じゃあ正解見ていきますか。なんだろう、お願いします。どんな、これね、何の告知だったかね、ちょっともう曖昧なんだけど、でもね、でもリーヌくんは覚えてんじゃないかな。なんだろう、うん、放送を、告知放送の時に画像を1枚ずつ出していきながら、まるまる決まりましたみたいな告知をしていった時にポンってこう画像を出したら、がっつりその重大告知って言ってる内容の画像が出ちゃってるのに、全然違う話を俺してて、別な画像が出てると思って、うん、で、重大告知のこのネタバレになっちゃったんだよね。あったと思うわ。で、気づいてパッと戻したんだけど、多分リーヌくんだけは気づいてて、うん、あー、でもあの時はね、本当こんだけなんか重大告知って言ってリスナーさんに集まってもらったのに、間違えて画像出しちゃったよとか、この画像いいね、俺ぐらい見たんだろうなとか。でも放送でさ、MC もしてさ、
いやー来ましたーとか言ってる中で、なんか頭の中でぐる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 考えちゃってて、めちゃくちゃ失敗したなと思ったんですけど、告知放送で間違って画像を早めに出してネタバレしてしまったっていうのが、何の告知かによるね、これ言ってても思ったんだけど、何だったんだろう。でもいや絶対これより、まあ、6月どうだか6月の方が多いでしょ、絶対あっちでしょ。でも撮影中の模様だけじゃん、これに関しては結構前もって重大重大告知って言い続けたのに、放送用も準備して準備してポーン画像前もって出して告知放送中ももう確かにな。いやそうか。そうか。いやなってたのを今でも覚えてる。なるほど。いろいろあったんだな。ありましたね。いろいろありましたね。これこそね。いろいろね。自分たちだけでやってた時とね、また今ちょっと違いますからね。いろんな方に協力いただけて。さあ続いての問題参りましょう。何してたんだろう。なんか話してわかんねんなこれ。はい。はい、るちゃん。ビットコインで成り上がってた。アウト。違う、まあ、その世界線もあったかもしれない。あったかもしれない、うん、Web3 に進出してたかもしれない。何でもできそうだから悩んじゃう。いやそうなんよね。ちょ、あれでどんどん答えて。はいはい、チェル君。出馬。まあその世界線もあったかもしれないね。出馬か。誓います。待ってください、ストップリ結成前ですよ、うん、俺もゴリゴリ放送してたわけですよ、うん、はいはい、これじゃん、配信者の王になろうとしてた。違います。それはインターネットの活動は関係あり、まあ、な何かしら関係あるよね。何かしら関係がある。何分からない。 ヒント、まあ、当時結構、うん、あのコレちゃんも一緒で、うん、セレタ配信してたんですよ、うん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 、オラーとかも普通に放送で言うようなキャラだったんですよ、うん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 、からの延長線上で、うん、もしかストップリ結成してなかったらどうなってたのかい。はい、はい、さとみくん。ひも生活。いや活動はするじゃん。違った。はするじゃん。違うか。オラーからある気がしたんだけどな。ないか。オラーからの全然、まあ、イケイケ系なわけですよね。まあ見ていきますか。これ当たって思ったんだけど、モノモース系 YouTuber になってる。あーまあちょっと違うけど見ていきましょう。モノは申さないけど、もしストップリの活動をじゃあグループとしてやろうとかなってなかったら、うん、もうね YouTuber になってたと思います。あ、うん、あ、でも今回の企画ですけども今緊急で動画回してるんですけども、物申してる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 。やってなかったらソロ YouTuber になってたんじゃないかな。あーか、まあ、グループ YouTuber かな。確かに当たりそうな。確かに YouTuber が出なかったか、これ 0.5 点。もうちょっと簡単に考えればよかった。そうだね、ちょっとなんか、いや確かになんか大きいことするんじゃないかって。そう、ね、選択肢がありすぎたな。さあ続いてがラストの問題でございます。うわ、これ大事。はい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 、はい、はい、チェル君。韓国。不正解。いや待って、僕も韓国だった。コレちゃん。いや僕もはい、はい、これじゃん、ちゃんと6人でシンガポール。 V を見ていきましょう。よーし、よーし、だって前コロちゃんいなかったもん。よしよし、ラスベガスですね。でもストップリメンバーでか、まあコロちゃん行かなかったし、みんなでシンガポールかな。僕はラスベガスがいい。ラスベガスとかラスベガスね、あーなんかもうルーちゃんとかも一緒にポーカーしに行きたいねとか、一回アメリカ行ってみたいよねとかあるんだけど、やっぱね6人のシンガポールリベンジしたいっすね。一回してから次の行き先考えよう。確かにね。そうやな。確かに。コロちゃん正解。やったー。いやこれコロちゃんが答えるのもいいな。ね、よかったよかった。いやだなと思って。あ、よかったよかった。今回正解率やばくない。見つかったしね。ね、もう絶対なくさないで。コロちゃん大活躍やん。めっちゃ答えてたやん。いや本当はやばかったな。やっぱコロちゃんなんかのこと好きだからな。そういうことなんですよね。もう結成前からね好きだったから、大好きだからね。さあということでね、皆さんどんな感じだ結果。どうだ。まあ、現在1位コロちゃん。やった。だよな。なんと2位、3人並んでおります。マジ。リーヌ、ルーと、サトミ。なるほどね。そして最下位ダントツ相方ジェル君。今俺が目の前でここで出します。おそしてラスト問題は
もうボーナスです。え5点プレゼント。ちなみに5点で、はい、ジェル君逆転します。よし絶対答える。あごめん、コロちゃんには逆転できない。オッケー、構わない。3人には逆転できる。だから最下位からは脱出できる。絶対答える。逆に他の3人は勝てばコロちゃんを抜くことができる。おこれ皆さん7盛りを取ってください。はい、俺が今食べたいものは何でしょう。はい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 、サトちゃん、蒙古タンメン。違います。え違う。はい、フルちゃん、あそこに置いてあったお弁当。はいはいはい、マジシェル君、味噌菌。違う。はい、あ勝ちました、ありがとうございます。僕はナークのこと全部わかる。えマジで、もんじゃ。正解。マジでだよ、なんでだよ。すげえ、マジで分かったんだよそれ。マジか、すげえ。コロちゃんすげえわ。いやなんかね、もんじゃの顔してた今。ふざけんなよ。すごい、なんかもんじゃ行きたい顔してた。それはやばい、参ったこれは。いやでも当てれそうなラインだな、ね、悔しい。これ来たわ。いやもんじゃ当てんのマジすごい。エスパーやもん。え本当にそれは、本当に本当にエスパーおるって。週に1回ぐらい遊びね行ってて、今回優勝はコロちゃん7盛りよ。ありがとうございます。やったー。いやこれは名誉ですね、圧倒的。綺麗に勝たれたらね、ジェル君気持ちいいよね。やっぱりよね、うん、もう俺は相方何も分かってない。そんなことです。七盛り勉強会開こっか。七盛り勉強会。もっとナー君のことしろ。最下位のジェル君には、うん、七盛りにわか、七盛りにわか T シャツ作りまして。え何それ。はい、あの次回プレゼントするんで、欲しい欲しい欲しい。僕は七盛りにわか T シャツ欲しい。みんなで着る、みんなで着る。みんな七盛りにわか T シャツ着てるのおかしいでしょ。欲しいな、それ普通に嬉しいよ。ちゃんと普通の可愛い、いいな。森尾さちゃんも乗った七盛りにわか T シャツを着て、欲しい、いいな。なんか実写の撮影望んでもらおうと思います。嬉しい、やば、いいな。もうやだな、みんなにプレゼントして着られちゃったら。罰ゲームのはずだったんだけどな。以上、七盛りに変えるテストでした。イエーイ。また次回の動画でお会いしましょう。せーの、オースリー。